はいえー、水生動物学研究室主催の太田金也と申します普段は台湾政府の研究機関中央研究院の臨海研究所で進化発生学の研究をしておりますこの臨海研究所はですね台湾の東北部イラン県のラ陽ン平原にあるジャオシー教という場所に位置しております 周囲はあ水田とエビ養殖場が広がるのどかなあ田園地帯です。まあ簡単に言ってしまうと、まあ、田舎に、えー、私は住んでおります。で、今回のですねお話は読売テレビのグッド地球便の取材を受けましたので、えー、そこに至る経緯についての内容となります。えー、ひょっとしたら皆さんの中に 2022 2023年の10月15日に読売テレビのグッド地球便の放送をご覧になられた方,方もおられるかと思います。今回の動画ではですね、私があその何を考えて、このテレビに出るっていうことをですね決めたのかについてですね、そこに至るまでの経緯についてですね、説明をしたいと思います。 この放送ではですね。私の臨海研究所での活動の様子が、まあ流れていたかと思います。そして、この取材にあたって、4日間の密着取材を受けたわけであります。密着されるのは、当然、私で、非常に忙しい4日。 間だったんです今まで受けたテレビの取材のパターンと違ってですね4日間もうほとんど完全に拘束される取材のパターンでしたので最初これどうしようかと考えていたのですが基本的に取材を受ける方向で気持ちは動いていましたでその理由はですねまずあのテレビの取材を通してですね我々の臨海研究所の存在を知ってもらいたかったというのがあります 自分の所属する台湾のですね、あの中央研究員はですね、まあ、その国際的にですねもうむめ とほどでもないんですけどそんなにめちゃくちゃみんなが知っているかっていうほどでもないわけですねとか、まあ、まだまだちょっとみんなに知ってもらわなくちゃならないっていうところもありますそしてですねましてやこの我々がまあ研究をやっている臨海研究所に至ってはですね、まあ、時々その地元の台湾の人ですらですねその存在を知らないっていう、まあ、そういう方もおられたのでですね、まあ、これはもうちょっとですねいろんなメディアを通じて知ってもらった方がいいなっていうことは思っておりましたでまあなのでですねこの 取材は良い機会であるなと考えていたわけです,でですね、まあ、この取材を受ける前にです、ね、臨,海の臨海研究所の主任に相談したところこれは良い機会なので、まあ、是非この機会にはですねちょっとテレビの人たちに積極的にまあ協力してですね取材してもらおうじゃないかというふうなまあ意見をいただきました。 それが、まあ、大きな点ですね、1つ目で2つ目は、ですね自分自身もですねその映像制作っていうのがどういうふうに進むのかをですねちょっと見てみたかったというところがあります。 まあ、コロナの影響で,です、ねまあ、オンライン会議が頻繁に行われる,行われるようになりましたし、その撮影機器も、まあ、どんどん安くなってきておりますし、あと YouTube なんかのようなです、ね、動画を使ってです、ね、こういろんな自分の意見とか情報を共有できるような SNS なんていうのも、まあ、本当に一般的にもうよく広がってきております。なんでその今、その映像を通じて自分の意見や考えをほ、まあ、他の人に伝えられる、みんなができるようになった時代で,です、ね、そういったことをやる研究者 知り合いもですね、まあ、中にはあ、まあ、ちょっとずつ増えてきているようなのですねなのでですね自分もまあこの2020年から積極的に YouTube を通じて情報発信をしてきましたで、まあ、これらのまあ自分が今までやってきたあの動画の制作っていうのはですね、まあ脚本とか あのまあ、自分がその演者としてです、ね、出演して編集まで、まあ、ほぼ独学でやってきたわけですね、まあ、でもですねしかしこの自分が独学でやるだけではその自分がどれぐらいうまいのかなんていうのも分かりませんし他の人実際 そのプロの方はどうやってるんだろうなっていうことも知ることができませんで、まあまあ、ちょっとどこかの機会で誰か他のプロの人がやってるところをまあ自分で見れないかなとかあとプロの人にちょっといろんな意見をもらえないかなっていうことをずっと考えていたんですねでちょうどそう考えていた時にこの話があったので、まあ、良い機会だと思ってですね、まあ、自分が演者になって そのテレビの番組の中にちょっとは中にちょっと入れてもらう形でですね映像制作の現場をおまあこ,こ,こういう場所で何が起きているのかなっていうのをちょっと見ることができないだろうかっていうふうに考えていたのでですねまあこういった大きな2つの理由からですねそのこの取材に、えー 積極的に参加ししようと決めました、まあ、理由の1つ目はですね、えー、自分たちの臨海研究所を知ってもらいたいもうまあ2つ目はですねあのプロの映像制作やっている人たちの現場を見せてもらって自分もいろいろ意見を聞きたいという、まあ、こういうあの2つの理由がありました <music> こうした理由の他にも子どもたちにいろいろな種類の他のですね職種のですね 働いている大人っていうのは実際見てもらった方がいいだろうなというのも考えていたしあとまあ自分の金魚の進化発生学についてもですねあのもうちょっといろんな広い人に知ってもらえないかなっていうのもそういったことも考えていましたあとまあ自分の我らが YouTube チャンネル「ラボラトリーオブアクア,ア,クアティックゾーロジー」「これラクツル」って「ラクしてズルするからラクツル」でもいいな、ねまあ、この「ラボラトリーオブアクアティックゾーロジー」の,の YouTube チャンネル をですねまあ、なんかちょっとそのこの機会にバズらねえかなーなんていうことも考えてましたもう,もうこの取材も受けた時にはもう500人もいなかったすごいそのちっちゃなもう今も500ちょうど500人超えたぐらいなんですけどもこの,その弱小のチャンネルをちょっと強くできないかなというのも考えていましたまあいろいろそういうふうないろんな気持ちがあったんですけれども、まあ、これらについてはちょっと後で説明できるところを説明していきますが、まあ、いずれにせよですねいろんな人に研究所を知って もらって映像制作について学ぶ機会に、えー、としてはいい機会だなって、でもこれが大きな理由ですね。はい でではですね、まあ、そもそも、まあ、初めの初めに何が起きたのかというところから話していきたいと思います。え2023年の4月の上旬、ですね、まあ、ある日メールが突然届いたんです。テレビ番組の事前のリサーチを担当されている方からメールが届いたんですね。はじめまして、突然のご連絡申し訳ございませんから始まるメールで、まあ、ざっくりとはまあです、ねまあ、こんな感じの内容になります。 ご家族と離れて台湾で金魚の研究をしている人がいると知りました金魚のオスメスの見分け方人工受精の工程など YouTube で見ましたお,お話お聞かせください、まあ、どうやらこの番組のリサーチの方はですね我々の研究室の YouTube チャンネルを熱心にご覧になっておられたらしくてですね金魚の研究にも興味を持ってくれていたようであります 我々どものこの YouTube チャンネルはですね、まあ、学術的なところでですねまあ、真っとうなコンテンツっていうのもまあいくつかあるんですけども、まあ、研究室の映像アーカイブ的な性質もあるのでですね、まあ、なんかいろいろ雑多な動画が多くてですね、まあ、どの動画を見たらいいかわからない設計になっているんですね、えー、まのなのですがですねこのリサーチの方はいろいろちゃんと見ていてくれていたようです。これまあまあ我々も頑張って 作りりり続けてきたたがが、まああまましたありがとうございますで、えー、このリサーチの方がですね、まあ、どういう動画を、まあ、参考にしてくださったかっていうのは、まあまあ、この辺にピロって出てると思いますけど、まあ、こういう動画2つですね参考にしてくださったようであります。でそこからですね あのチャットやビデオ会議が、まあ、でいろいろやり取りがありました、でそれでですね、まあ、いろいろとですねあの質問されたり、私の方から質問したりしてですね、まあ、いろいろこ,のこっちからこう,こういう要望がありますよとか、まあ、そちらはどうですかとかいろんな、まあ、やり取りがあったわけですねで、そして一連のインタビューを終えてリサーチの方からまあ知らされた段取りは以下のような感じです。 でまあ、まず1、ま、つは、まあ、この時点でですね、えー、取材がなされるかどうかはまだ決まったわけではないと、まあ、これ取材じゃなくても事前調査なわけですね。でえー、これは家族も出演する番組なので家族の方とも話し合いますとでそれらを全てまとめて会議で話し合いますとで会議で OK が出ればですね、えー、ロケ隊のスケジュールを調整してでそしてそのロケの次のステップへ進みますと、まあ、こういうふうな説明を受けたわけです。まあ、このつまりまインタビュー このイン,インタビューってなってますけど、こ取材のインタビューではなくて、まあ、取材のための取材みたいな、まあ、取材のための前の調査ということになります。で、そしてですね、まあ、このリサーチの方は、まあ、がっつりと私とのやり取りなんかも完全にこう文章にして、番組の意思決定をなされる方に、まあちゃんと吟味してもらえるような形でですね、送って、で、どうやらですね、まあ、私の母、 でもかなり、えー、かっちりと綿密に打ち合わせをされていたようです。で、その後ですね、しばらくして4月下旬に、えー、担当ディレクターの吉田明さんとですね、えー、お話を持つように告げられました。まあ、どうやらですね、まあ、この時点ではですね、取材を進めてもよいというふうなことになったようであります。で、えー、ほどなくしてですね、えー、担当ディレクター あの、まあ、その吉田ディレクターがですね、まあ連、から連絡がありました。まあ、吉田ディレクターはもともと報道関係の出身のディレクターで、まあ、ニュースで流れてくるようないろんな事件の現場を取材されてきたようであります。まあ、結構いろいろ事故とか事件のちょっとこう。 びっくりするようなところも取材されてきたような方だったんでしょうね、私よりもその10歳ほど若いんですけれども、落ち着いた感じの方でした、でまあ、そういうふうなドキュメンタリーというか、報道のキャリアの、の報道をされ担当されてきたっていう,ふうなことでしたので、おそらく彼のキャリアの関係ですか でであろううかと思うんですけど基本的にそのドキュメンタリー思考リアリティ思考のディレクターということでですねこのグッド地球日もそのような路線で進めていくというふうな説明を受けましたでもですねしかしこの,こ,のこの番組自体がですねこれ10年前から続いているそのご長寿番組でこれフォーマットとしてはロケット隊が撮影したね海外とかに行って撮影した VTR を まあ持って帰って、mc のその山口智充さん、これぐっさんがですね。ご家族に届けるっていうこういうまあ昭和のフォーマットなわけですね。ま、これまあ要はネットとかスマホ以前の世界観で番組がこう構成されているわけです。で、実際打ち合わせっていうことだったんですけど、たまたま私実家に。帰って る機会がありましてこれ実家に帰っていてその場で現場でお話ししたわけですけれどもちょっとこれもなかなか難しくてその実際帰っているしでフェイスブックとかスカイプのビデオ通話機能で家族とも連絡を取っていますし。 で実際その台湾と日本の距離ってそんなに遠くないわけですね。でまあ、そもそもその SNS でそのリサーチの方ともお話しして、えー、吉田ディレクターともその SNS でだけでなくまあ実際会って話してでまオ、あ、カんとも実際会ってるわけなんで。でまあそう なってくるとですねこれ、一体どこにリアリティやドキュメンタリー性を求めればいいのかっていうふうなことは、ちょっと素人の僕にはちょっと分からなかったんですよ。でなんで、まあ、その実際いろいろ話をする中で、です、ね、いや、こうやっておかんともここで会ってますし、まあ、これって番組として成立するんですかっていうふうなまあ素朴な疑問を投げかけてみましたので、そうするとですね、まあ、吉田ディレクターからこういうこうのこういう言葉というか、こういう説明を受けました。 距離は関係ないんですとでつまり重要な点は日本では見ることができない で台湾で私がまあどういう形でですねふだん、どういうふうな形です、どういうふうな姿ですですでね仕事をしているかとか、私の普段の姿ですねを映像で収めてで、それを見てもらうというふうなところに意義があると、で、まあ、もう少し説明を加えるとすると、その撮影の手順や段取りやまあその他の事情で、す、ま、べ、あ、てが完全にリアルなドキュメンタリーっていうことにはならないと。まままししかしまあ私の、まあ 台湾での仕事の様子とか日々の生活の様子はですね、まあ、これはリアルなドキュメンタリーとして収められるとでその姿を見た家族のリアクションというのはですねこれもまたリアルなそのドキュメンタリー映像として収められてそれ,がばそれでまあ番組が成立するという,ふうな説明を受けたわけですでもいろいろ考えたんですけどもさら、まあ、にこのような説明も受けました えー、この番組の80%は太田さんで占められるんですよということですでこの番組はコマーシャルを含めると30分の番組で実質25分の内容そしてそのうち20分ほどが私の映像で占められるというふうなことを伝えられましたまあ私がですねまあ、要は私が主役になるということなのですでですね、えー、っとまあその でしかしまですね、まあ、それはまあ自分が主役だっていうことは分かったんですけれども、まあ、でしかしですねそうなってくるとあの私の金魚の進化発生学の説明はどうなるのだろうかというふうな、まあ、次の疑問が出てきたわけです。お、ま、そ、あ、らくその家族に自分の生活を知ってもらう っていうのは、まあ一,まあ、一番重要な点になるんだろうなとは思うんですけど、まあ、そうなってくると、私の研究はどうでもよくなっちゃうのかななんていうことも思ってです、ね、そうなってくると一、一層のことを私の研究の話とかあんましないほうがいいんですかなんていうふうなことをです、ねまあ、言うとです、ね、まあ、そうすると、次にまた吉田ディレクターの方からです、ねまあ、こういう説明を受けるわけですね、この知らないことを世間一般に知らせるというのはです、ね、メディアの重要な役割ですと。 まあ25分の内容で私の研究すべてを余すことなく紹介するっていうのはですねまあ現実的に不可能だろうと考えられます。しかしながらでさまざまな制約が発生することが予想される中でもそれでもできるだけえ現実や真実を伝えようとまあそういうふうな姿勢をですねこの吉田ディレクターは持っていたわけですね。このなんというかただ単に その感動物語を撮りたいとかまあただ単に知らない土地を撮るとかそういうのではなくてまなんか伝えたいものがあるんだろうなというふうなまあそういう熱意も伝わってきましたしまあ私が今までえいろんなパターンでいくつか23パターンこのテレビの取材を受けたっていうのが何回かあったんですけどまあそういのパターンとは全然ちょっと違う感じがして。 たわけですなのでもおそらくこの人はいい加減な仕事をするような人ではないだろうなっていうまあなんかい 非常にポジティブな感覚を持っていました、まあ、なのでよくテレビのことはよくわからないけどこの前吉田ディレクターにお任せするようにしてまあ物事を進めていこうじゃないかというふうなことを決めましたそしてその後ですね家族は誰が出演するのかとか日程はどうするんだろうかみたいなことをですねまあいろんななどなど大まかな方針を決定して次は台湾で会いましょうという運びになりました。 で、これ私が90%を占めるとはいえ、まあ、当初一番にも論んでいた、まあ、臨海研究所の広報活動っていうのは、まあ、もちろんそれは十分機能するであろうし、まあ、2番目にちょっと考えていたですね、まあ、映像制作について学んでやろうという目的も達成されるであろうという,ふうなことも。まああ 自分,自分のまあ心の中で思っていたこの2つの目標はまあ達成されるだろうなということはかあのまあそれは確信しておりましたしあのリサーチの方とか吉田ディレクターの段取りの良さっていうのもまあ あー段取りが良かったっていうのと説明が明確であったっていうことからですね最初ちょっともやっとしていたことがたくさんあったんですけどもまあそれらがすべて解消されたので私の中でも快くこの取材に協力するっていうことをですね決定した次第でありますでここからですねまあグッと地球便ロケ隊と過がした4日間のまあこれが本当のここからが本当の始まりとなったわけであります。 で一応、そのロケ隊と過ごした4日間って、これ一応、今後の辺にピロって出てると思います、一応、一応これ、何のコメンタリーもなくこう解説し、あの解説、なんの解説もなく映像、流れてると思いますけど、これ、なんか機会があったら、これ、後にこの私のコメンタリー入りの映像も加えたいと思いますし、私たち、リアクション動画も撮ってるんで、それもまた後に流れてくるかと思いますので、あのチャンネル登録してお待ちください。それではまた、はい